はい、今ですね、どこにいるかというとベトナムの、ホーチミンにいます。でホーチミンのね、戦争博物館にいるんですけどね、戦争博物館の中にある展示物を今見ているところでございます。でこんな感じでいろんな日本語が出てるんですけど、本日2016年の、4月の29日、金曜日です。2年10ヶ月ぶりにね、ここに来るんですけど、前もこれ見てね、実際それで、動画撮影して、アップもさせていただいてるんですけど、新しくね、ちょっとアップさせていただきたいと思います。まずここで書かれているものは、ベトナム人民を支援しよう、ベトナム侵略爆撃すぐやめよう、まあ、こういった赤旗写真ニュース、いわゆる共産党系です。でこれはアメリカはインドシナから手を引け、ベトナム人民への支援を強めよう、まあ、こういうの共産党が書いてます。で同じく日本民主青年同盟、これに関しては共産党系の青年団体、学生を中心にね、渋谷区の深センにあるところ、これなんかもね出してるわけです。で爆弾よけの藁帽子は、勝った時も手放すな、疎開線学校で学生中学生、日本新日本婦人の会、あこれも左翼系の団体でございます。ベトナム募集を支援しましょう、今の力強い支援をベトナムに、日本を侵略の基地にするな、アメリカのベトナム侵略戦争反対、米原子力艦隊の寄港を許すな、なってます。でこの人たちいいんですけどね、あの戦争反対平和反戦とか言ってるくせになぜかここでね援助をしてるわけです。支援と言ってるわけです。支援をしたらどうなるかって、これ戦争に加担してるわけですよね。この人たちはベトナム人民を支援しよう、アメリカ人はインドシナから手を引けベトナム人民の支援を強めようと言ってます。支援をするってことは戦争に対してね、当時は北ベトナム共産社会主義陣営の、北ベトナムと民主主義陣営の南ベトナムの戦いです、それに対して、北ベトナムに協力するというふうに言ってるわけです。反戦平和どこに行ったんでしょうっていう話ですよね。全くもってこれら、日本共産党は話が矛盾しているわけでございます、はい。で実際それでね戦争に加担している、日本共産党、同じ共産社会陣営である北ベトナムを応援しようと言ってるわけです。どうだろうね、アメリカはベトナムから手を引けね、いやいいんですよ、アメリカに対してもちろんそういうふうに言うのはいいんですけど、実際例えばじゃあアメリカと我々日本は戦ったじゃないですか、アメリカによるね我々は春ノートに見られるようにね戦争に持ってかれたわけです。それまでの経緯もね、欧米植民地、アジアからの、ね、解放を目指して戦ったわけです。それに対して悪く言うのに、ここの時だけアメリカに対して悪く言うとおかしくないですかって話です。じゃあかつての大東亜戦争で我々が戦った時にですね、実際じゃあその時はこの人たち何を言ってる、侵略戦争と言ってます、日本が悪かった、じゃあこれは何ですかっていう話ですよ。そしてこのベトナム戦争を支援してますからね、全くもっておかしな話で、共産社会主義者、左翼の人々は矛盾してるっていうのはこれでよくわかると思います。見てくださいこれ、赤旗ね、実際こういうので全部共産党っていうのは、戦争に加担してる人ですよね。反戦平和なんていうもんじゃないですから、見てください、これが証拠です、